公本は、かつて存在したと考えられる、源氏物語の写本である。平瀬本や、大島河内本といった鎌倉時代に書者された、いくつかの、源氏物語の写本の奥書き、中期や、日本史名書や、宣言書といった鎌倉時代から、室町時代にかけて成立した、いくつかの注釈書において言及されている写本であり、源の近行きら河内方が、 河内本を作るにあたって、競合の対象とした21の写本の一つであると考えられる。宣言書において、広本作業権大部広表紙本なりとされていることから、広本のーとは、青表紙本や公表紙本などと同じく写本の表紙が広色であることを意味する命名であると思われる。広本なる名称は、以下のような文献に現れる。なお、 同じ平瀬本手習い巻の奥書きに、とある高本について、公本と同じ本を指すのではないかとの見解も存在している。各種文献に見える公本の本文を現存する様々な写本の本文と比較してみるとは、以下のように青表紙本に近い場合や、青表紙本とも、川地本とも言い難い場合などがあり、現在の本文系統の区分に当てはめると、 別本に属する本文であるということができる本文である。光る源氏物語賞購買官冒頭には、公本には、ため川後輩とあり、公本では、この両巻の巻除が現在一般的な購廃、竹川ではなく、逆の竹川わ購となっていたとされる。このような竹川わ購とする巻除を残す。 文献としてはといったものがあり、いずれも鎌倉時代に原型が成立したと見られるものであり、この時代に、竹川勾配とする牧女が一定の勢力を持っていたことを伺わせるものである。宣言書において、勾本について、左京圏大部公病資本なりと中記されていることについて、池田機関は、左京圏大部なる人物の所持本であることを意味するのだろうとした。池田敏夫は、 この、左京圏大部は、藤原真実の子藤原ため次であろうとしたが、寺本直彦は、この、左京圏大部について、藤原ため次である、可能性を認めつつも、ため、次と同じく、左京圏大部であったため次の父藤原真実である、可能性の方が高いのではないかとしている。さらに寺本は、藤原ため次とその父藤原真実が八条院に、 近い立場にあったことと、竹川勾配となっている、勾本の牧女が、平安時代末期の歌人、藤原助隆が八条院のために表したとされている、古実書、連中書の遺本の一つ、白造史等に見られる牧女と同じであることなどから、八条院の周辺に、竹川勾配という牧女を持った伝本軍が、存在した可能性を想定している。ありがとうございます。